作家六原一輝の推理シリーズは、鯨東一郎による日本の推理小説のシリーズ。大ヒットしたデビュー作以降、作品が全く書けない、リストラ寸前のミステリー作家、六原一輝と彼の担当編集者、北山南のコンビが、取材先で巻き込まれた、民族学にまつわる事件を解決していく、推理小説シリーズ。白骨の語り部未来家内の語り部京都、 音苗詩の殺人をたる、カムイの鎮魂かユフイン、サンド人の殺人秩父よ祭り、狼の殺意角換あらすじ、ミステリー作家六原一揆の推理は、2010年から2013年まで、テレビ朝日系、土曜ワイド劇場で放送されたシリーズ。制作は、朝日放送と東通り企画。全3回。主演は、上川隆也。 原作では、六原と南の年齢設定は20代だが、ドラマ版では40代に変更されている。また、六原の自動筆記や、女性の裸体恐怖症の描写もなくなり、姉も出てこない。小説では、南は事件を追うことに積極的だが、ドラマでは消極的である。レギュラーゲストミステリー作家六原一期の推理に関するカテゴリー、ありがとうございます。